もういい回キャビネットです。オブジェクトは8から17周ごとに1回内部に入っている全ての物品を強制的に排出してしまり、開けることが不可能になりますこの状態になってから数十分が経過すると紙飛行機が地球外からオブジェクトに向かって飛んできて内部に入った後、再び宇宙に向かって飛び去るという事象が発生しますハイスピードカメラを用いた実験によりこの紙飛行機にはかくれんぼをしているような内容の文章が記載されていることが確認されました